どうもこんにちは、鈴川彩子です。本日はですね、こちら仙台駅前に来ております。東北新幹線開業40周年を記念して、懐かしの青葉号で行く上野、しかも車両が22系200系から新幹線に乗車というね、ツアーに参加したいと思います。お子様連れ専用車両コースというコースが ありまして、本当に子連れは子連れでね、一つの車両にこう集まってね、乗れるっていう。でまたちょっと特別なプレゼントとかお食事もねついてるんですけど、子供たちのものがねちゃんと用意されているということで、そのあたりもね、ちょっと注目していきたいと思います。まさに2日前に40周年だったんだ。6月23日に開業だから、40年前の今日6月25日でしょ、まあ、だからきっとそれに合わせて今日ツアーだったんじゃない。来たって、来たよって。そこに構えとこ、もうすぐ来るよ。おー、来た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 。おー、すごい実車初めて見た、この200系カラーのイニ、すごいねもう横から見ちゃったらね、そのまんまだよね並びです。ちょうど真ん中ら辺です。行ってきます。バイバイ。みんなほら見送りしてくれてるよ。バイバイ。あ、すごいすごい、なんか服が、バイバイ。おー、すごいすごいすごい、ほら駅のね、駅員さんたちもいっぱい見送ってくる。お、すごいすごいね。なんか2000都市園の方では式典やってたんだってね。ちょっと人が多くて眠れなかったけど、本日は東北新幹線をご利用くださいましてありがとうございます。この列車は団体専用列車、懐かしの青葉号上野行きです。この列車は終点上野まで各駅に止まります。東北新幹線の大宮から盛岡駅間は6月23日に開業40周年を迎えました。本日のこの列車の車両は40周年を記念いたしまして、東北新幹線開業時の1982年から約30年にわたり活躍した200系カラーを再現しております。またこの先各駅到着の際には、開業当時に車内で流れておりましたふるさとチャイムを放送いたします。目的地まで青葉号の旅をどうぞお楽しみください。行ってらっしゃいって
ありがとうございます。行ってきます。あ、すごいいっぱい、まだまだ。行ってきます。行ってきます。郡山の次は新白川に泊まります。We will soon make a brief stop at 郡山。お待たせいたしました。まもなく発車いたします。ご乗車のお客様、車内でお待ちください。ありがとうございます。かっこいいね。降りたら1号車も行こう、見に行こう。なんで？顔、お顔見に行こうよ。あ、この、あ、このね。はい、一回降ります。はい、気をつけて。おー、すごいね、あの号車のところも緑。うん、団体撮ってもいいよ。こっち向いて。あ、いいよいいよ、今いい感じよ。今いい感じ、すごくいい感じ。 OK、 バイバイ。何当たるんだろう。じゃあお姉さんに渡して。チクがボールペン、武器がレジャーシート、スイカのレジャーシートもらいました。かわいい。ボールペン、ペン、ボールじゃないね。ボールペンね、ボールペン。あ、新車ね。連結してた。お外行こう。うん、ただ外いるから。懐かしの青葉に乗ってます。懐かしの青葉です。グリーン車です。9号車。窓のね、形がよりこの200系感が出てるね。このね、ちょっと丸っとして、このそれぞれの等間隔の窓の感じ。無事上野駅に到着しました。
今回ですね、私たち、この団体専用の、ね、臨時列車で懐かしの青葉号、しかもこの E2 系新幹線の200系新幹線カラーというね、特別なこの車両で来ることができました。私たちもね、言ってしまえばいわゆる青葉の世代ではないんですが、やっぱりね、その当時のね、結構ファンの方もたくさんいらっしゃるみたいですし、何よりね、このね、今の200系ラッピング、やっぱりこの今年東北新幹線開業40周年ね、記念すべきこのね、アニバーサリーイヤーをお祝いするスペシャルな車両、そしてスペシャルなツアーに参加できてとても楽しかったです。お弁当とかもさ、美味しかったね。特別なやつはくじ引きもあったしね、掛け紙も特別なね、掛け紙でとても楽しめました。ということで E2系200系新幹線カラーで行く懐かしの青葉号に乗ってみたでした。ありがとうございます。